あのさ、料理にうまみ成分ってあるじゃん。あるね。リコピン酸とかね、うんうんうん、実はね、チェロの音にもあるんだよね。そうなの？どういうこと？あるんだよね。うまみ成分多めで弾くと、音を出すとこれなの。逆に全部なくしてみるよ、うん、ビブラートがないみたいな。ビブラートなしでも、うん、あのリコピン酸少なめもできる。ちょっと俺うますぎてうまみ出ちゃってるけど、わかるかな？わからん。わかる？わかんない？わからん。これね、あの、わかる人はわかると思うんだけど。そうなの。じゃあ違う音でやろうか、いつも綺麗だからね、ネロ君。コピン酸少なめだと、綺麗だな、でも俺。いやいや、でもなんか生音っぽい。そうそうそう、なるほどね、これがチェロの魅力な。